日本維新の会参議院議員の片山大輔です。元 NHK 記者片山大輔のなるほど政治リポート、今日は5月の21日です。今3時頃になるんですけれども、今日はあの参議院で環境委員会が行われて、私はあの小泉環境大臣に質問をしました。で今日の質問は、一般質疑と呼ばれているんです。あの委員会の質疑にはその法案質疑とそれから一般質疑っていうのがあって、で法案の方はその環境省が出してきた法案について審議をするあの質疑なんですが、一般質疑の方は環境省にまつわるものであればどんな質問をしてもいいというようなのが機会がこの一般質疑なんですね。で今日は一般質疑だったので、私は今あの環境省が関わるそのコロナ対策で私自身が最もこうまずあの大きな課題になってるなと思うのがゴミの対策なんです。これをあの小泉大臣に質問をしました。そのゴミといってもね、あの今これだけその見えない感染が増えてきています。感染者だけであの医療機関に行ってる感染者の方だけじゃなくて、見えないその感染というのもかなり増えてきていて、その無症状であるとか、それから軽症であるとかっていう方は自宅で療養している方も多いんです。でそういう人たちが使ったマスクとかガーゼとか家庭の中で使ったゴミ、今どのような処理をされているのか皆さんご存知でしょうか。実はここにその実はあの感染のリスクが私はちょっとねあの潜んでいるというふうに思っていて、そこで環境省がどういう対策をやろうとしているのか、今日質疑しましたので皆さんご覧いただきたいと思います。片山大輔君。はい、日本維新の会の片山大輔です。よろしくお願いいたします。私はあの環境省にかかる新型コロナ対策について聞いていきたいと思います。あの私家庭のゴミ、これはね緊急にやらなきゃいけない対策じゃないかなと思うんで、ちょっとこれの話をさせていただきますけど、そのコロナの感染者のうちね、その無症状ないしは軽症の方たちというのは今原則宿泊施設での療養になっているんですが、ただそれでもその自宅療養の人も多くて、それで今月13日時点で全国に645人いるって言うんです。で他にまあ感染の疑いのある人ももちろんいる、まあ、見えない感染ですよね。それでその医療機関でね、感染患者が使ったマスクやガーゼっていうのはこれは専門の業者が回収する感染性廃棄物に指定されているんですけれども、こうした自宅療養者、そして感染の疑いがある人が自宅で使ったマスクやガーゼについては、これ一般の家庭ごみと同じように今処理されているんですよね。要は一般家庭ごみの中に紛れて処理されている。でこれはね、なぜあの自宅療養者のごみは分けないのか、そしてこれ危険性はないのか、まずここが気になるんですが、この辺どのようにお考えでしょうか。ここでそのまず聞いたのは、その感染性廃棄物って、その感染者が使ったコロナに感染した人が使ったマスクやガーゼというのは感染性廃棄物と言われるんですが、それはね、あの感染性廃棄物となるかどうかというのはどこでそのゴミが出たかによって決まるって、これはこういうような今考え方でやってるんですよね。私はまあそれはおかしいと思って。小泉環境大臣。自宅療養の場合、新型コロナウイルス感染者の使用したティッシュやマスク、こういった廃棄物が排出されることになりますが、適正に処理をされていれば廃棄物を介して新たな感染をもたらす恐れはないというふうに考えています。ただですね、現場の廃棄物を収集運搬する作業員の方が不安に思われる、そういったリスクを感じておられる、これもまた事実だと思いますので、私からも先日しっかりこれは国民の皆さんにお伝えしなければいけないということで、あの出すときは封をしっかり縛っていただくこと、そして満杯にせずにある程度余裕を持って、そしてまた空気を抜いて出してもらいたい。そうしないとパッカー車に巻き込んだときに空気が入っていると破裂して、それがまた飛散をする、そして収集員の方にリスクになる、こういったことがあってもいけないので、こういったことをしっかりと徹底していただくようなご協力、これはお願いをしています。ゴミの捨て方についてもチラシを作成をしていますし、 SNS などでも周知を行いました。でさらにこの廃棄物処理における
コロナに関する Q&A の作成やチラシの更新も随時行っていますので、引き続き関係の団体などにもご協力をいただきながら感染防止に努めていきたいと考えています。さあ、これで小泉さんの答弁、まず私が最初に言ったこれなんで分けているのかって、これに対しての問いはきちんとないんですよね。実はまあその小泉さんに質問する前に私自身いろいろ調べたら、そのやっぱりその家庭での出た自宅療養者が使ったマスクとかっていうのも本当だったら厳重に扱うべきなんですけど、だけどあんまり現実的じゃないってことなんですよね。その医療機関であればそれを処理する体制、それから専門の処理する人とかもいるんですけど、家庭でそういうの出た場合にそれをきちんと隔離させてそれで処理するっていうのはほぼ不可能なんですよね。だから一般の家庭ごみと同じようにそこにもう紛れて一緒に捨ててもらうしかないんだけれども、ただしまあ厳重にこう二重にゴミ袋をこう閉めるだとか、それから中の空気飛び散らないように中の空気が抜くだとかっていう、いや、やり今のやり方の中でそれを徹底するっていうのが、まあ、環境省が打ち出している方針なんですよね。でこれ以上は現実的にできないってことなんですよね。片山大輔君、それで本来ならやっぱり医療機関と同じように扱うべきだっていうのがまず原則である。ただこれいろいろ厚労省、環境省とかにも聞くと、まあ、いろいろまあ現実的ではないという。だからまあその家庭で出すゴミを出す側も、それからゴミ収集の回収する側もそれぞれ注意を徹底してやっていきましょうというのが、まあ、環境省の考えだという、まあ、それはそうなのかなというふうに思います。それでじゃあ実際にじゃあどういう取り扱いを注意してやっていけばいいのか、出す側としてね。でそれについて環境省は、先月の下旬です、先月の23日に都道府県向けの取り扱いの Q&A っていうのを作成をしました。そしてその Q&A のその中に PDF としてつけたのがこのチラシなんですよね。で今日これをちょっと配布資料として皆さんにも配ってるんですが、でこれでその出す側はこういうこと、特にこの白枠の中のそのゴミに直接触れることがないように二重にゴミ袋を縛りましょうとかっていうことを前訴えて、それでこれをその基礎自治体通して各自治会だとかマンションにまあ知らせてもらって注意呼びかけようって言うんですが、それで私の家前にも新宿に近いといったようにやっぱ新宿なんですけど、うちの家でこれ配られてないんです。でマンションの掲示板にもこれ貼られてないんです。だからそういう意味でやっぱり先月下旬からこれやったっていうまだ周知が遅いなというのがあります。それからこのチラシには書いてないんですけど、これ Q&A で求めているのはその自宅療養者とか感染の疑いのある人がペットボトルを使ったとき、これペットボトルっていうのは本来であれば分別回収するものなんだけども、このコロナ対策としてペットボトルというのは可燃ごみとして一緒に扱ってくれと、燃やすごみに今回はしてくれと言ってるのに、それはここ書いてないんです。これ質疑の中で私が紹介したチラシというのがこれなんです。で皆さんはこのチラシを見たことありますでしょうか。これはね環境省がこれを作って各都道府県に4月の下旬に配布をして、それで都道府県からそれぞれの市町村に5月になってから下ろして、それから各自治会だとかマンションとかにこれを周知してくれって呼びかけてるチラシがこれなんですけれども、ただ私の家でもこれ配られてないし、マンションでも掲示されてないし、おそらくこれね見たことあんまないと思いますね皆さんね。だからそう考えると環境省が考える自宅のそのゴミ、家庭ごみのコロナ対策というのが国民には全然知れ渡ってない、こういう問題が今起きてるんですよね。これを小泉さんに尋ねたんですよね。この対応が遅いんじゃないかって。それで小泉さんの、まあ、答弁がこれから始まるんですけど。小泉環境大臣。はい、片山先生のご指摘の通り、しっかり先生がお住まいのマンションにも、届くように改めて周知の強化徹底はさせたいと思いますし、この書きぶりだったり発信の内容、これについてもより正確にご協力をいただきたいようなことが伝わるようなあり方というのは今後もその時その時に応じて変えてまた改善をしなければいけないというふうに考えています。ペットボトルなども自治体によっての対応が違うところもあったりもする中で、どのように一律にこういったチラシや周知をやるかという課題はあると思います。
ですのでそこら辺どういう工夫ができるか、これからも発信すべき内容をよく考えていきたいと思います。片山大輔君、ぜひ、ね、やっていただきたい。せっかくその環境省がいろいろ考えてらっしゃることはすごくいいと思いますし、そのやれる範囲でやろうとしているのは分かるんだけれども、それがやっぱり各家庭まで届いてないという現実はあります。これが東京で届いてないんですから、他の地域だともっと届いてない可能性があるので、そこはぜひしっかりやっていただきたいなというふうに思います。それでそのじゃあそのゴミを収集する作業員の方はどうかというと、やっぱこちらの方もより注意が必要で、実はその私の地元は兵庫神戸なんですけど、神戸のスマックってところがあるんですが、そこで実は収集作業員17人が、ね、感染しちゃったんです。感染したんで、いわゆるクラスターが発生しちゃったんですよね。そもそもの発生原因が何なのか、ゴミの作業が発生原因かどうか、そこはまだ分からないんですけど、ただ事業所として発生したのは確かなんですよね。それでこの Q&A にはその作業員のマスク着用だとか防護だとかっていうコロナ対策が書いてあるんですけども、これが実際に行われているのか。これ一部にはそのやっぱりマスクが足りないとかって話あるんです。ゴミ収集作業員にもね、でここの対策がきちんと取られているのかどうか、これは把握されていらっしゃるのか、ここはどんな感じでしょうか。でここではね、やっぱりこの家庭ごみにあたってはその出す住民側もそうなんですが、もっと危険なのはそのゴミを収集する側の作業員の方なんですよね。で作業員の方はこの中に何が入っているかもわからないままでそのゴミを収集していくんですよね。で中にはそのゴミを収集車に入れるときに破れて中から、液体であったりだとか食べ物であったりとか飛び散ったりする可能性もあるんですよね。だからその作業員に対してのその感染対策っていうのは感染リスクがすごく高いですから、そこはしっかりやらなきゃいけないんですけれども、ただやっぱりご存知のように医療関係者だけじゃなくてゴミの収集作業員もやっぱりマスクが足りないって問題実はあるんです。それから防護服とかもどこまできちんとしてるか、防護体制もやってるかってあるんですが。小泉環境大臣、まさに我々緊急事態の中で、ステイホームという形でおられる中でも廃棄物処理業にあたる皆さんは外で現場でお仕事されてます。でその皆さんの、いかに感染のリスクを下げるか、安心してお仕事をしていただける環境を整えるか、これ環境省としても非常に重要なことだと考えていますので、先生からご指摘をいただいた、Q&A、 そしてまた、ガイドラインの周知、そして、現場での感染防止の徹底、こういったことを図っております。そして先生からは、そういった現場で対策が徹底されているのか、こういったことを確認しているのかという話でありますが、現場が今どういう状況になっているかという現場の把握、実態の把握というのはしっかりと努めたいと思います。環境省としても、その処理業の廃棄物処理業の皆さんが安定的に安心して従事していただけるように、やはりマスクなどの防護具、これをしっかりと確保するということが重要であると認識していますから、マスクの購入が必要な自治体からの注文の取りまとめとか、業界団体へのマスクの購入先の斡旋などもしっかりとやってまいります。今後もしっかりと実態を把握していきたいと思っています。これなんかもそのやっぱりいかにもその役所の答弁だっていうのが分かるんですよね。ここでそのきちんとその状況を把握してるのかっていう聞き方をしてるんで、普通のその会話だったら把握できてないっていうのがまず入るんですけれども、これ答弁でも聞いていただくと分かるんですけど、これやってますあれやってますとかいろいろこういうことやってますって言って、その途中でこれからも把握できるように努めますとかって結局やってないということは言わなくて、いろいろやってますって言って最後にこれからも努めますっていうことで、やってないということのイエスかノーはきちんと言わないっていうね、これがねいかにも役人の答弁なんですよね。で小泉さんは少しそういうことに対してはもっとはっきりとやってないことはやってないっていうことが言える方だなというふうにこれまで思ってきたんですけど、今回のこの質疑の中ではそういったことがあまり言えないっていう、もういかにも役人が書いた役人用の役人が作った答弁をそのまま読んでるって感じはやっぱ強いですよね。片山大輔君、
ぜひお願いします。それで今回その各都道府県に向けに作ったその Q&A、 これ元になっているのがこのガイドラインとかマニュアルなんですが、そのガイドラインがね、その環境省が10年ほど前にその新型インフルエンザ対策用として作ったものなんですよね。だから当然のごとく今回の新型コロナは想定されてないで、まあそれで少しバージョンを変えて Q&A にして各都道府県に配ったっていうのが今回の流れなんですけど、それでまあ今その緊急事態宣言もまあ徐々に解除されて、まあ第1波が少しまあ抑え込むことができたということになっています。ただこれから今後第2波第3波が来るとなるとで、その先ほど言った自宅療養者やはりまた出てくる可能性もありますし、見えない感染者も増えるでしょうから、これ万全を期すためにこれガイドラインもね、やはり改定作業というものをきちんと視野に入れるべきではないかなというふうに思うんですが、そこら辺は大臣はどのようにお考えでしょうか。小泉環境大臣。でここではね、やっぱり結構今回の肝の質問の一つなんですけど、今回のその感染症にまつわるこういうゴミの対策というのは10年前に環境省が新型インフルエンザ10年前に流行ったんですけれども、それをもとに作ったものがあって、その今回も基本的にそれをベースに行ってるんですよ。で新型コロナと新型インフルエンザというのは結構も違っていて、それでしかも感染者数が今回圧倒的に多くなってきているから、ゴミということに対してやるともう10年前のインフル対策、新型インフル対策とはもうだいぶ変わってきてるんだけども、基本的に基本になるガイドラインが10年前のものなので、だからいろいろこういう問題が起きてきてる。だからこれは今回の第2波第3波に備えてやっぱり、ね、ガイドラインは見直さなきゃいけないと思うんですよね。でこれをね、私はやっぱり今回の質問の一つのもう大きなポイントとして、これはぜひ大臣に前向きに答えてもらいたかったところなんですけれども。片山先生ご指摘の通り、この対応というのはまさに新型インフルのガイドラインを準拠した形でやっていると。ただ先生おっしゃる通り、このコロナによって新しい知見、そういったことなどが得られているのも事実でありますから、この新たな知見などの収集に努めて、必要に応じて新型インフルエンザ対策に関するガイドラインを見直すことも含めて追加的な対応を検討していきたいと考えています。でここで小泉さんが言われたのは、必要に応じてその見直しを検討することも含めてって感じで、きちんと見直すってことにはやっぱり言わなかったですよね。で実はこういう委員会で質問する前にね、その前日とかに実は環境省の役人が来てね、どんな質問をするんですかっていうのを聞くんですよ。それに対してまあこういう質問するというのは事前に告知をするんですよね。そうすると環境省側もこういうところまでは答弁できると思いますとかっていうことに、実はねあらかじめその本番の前にね少し打ち合わせみたいなことをやるんですよ。これ国会の流儀なんですけど、慣習なんですけど。それで今回のこの質問については事前に環境省にこれきちんと聞くよというふうに聞いてたら、環境省としてはやっぱりガイドラインの見直しというのはやっぱり必要になると思いますということはね言ってたんで、今回これ小泉さんはきちんと見直すってことを言うかと思ったんですよね、私は。だけどそうしたら見直しを含めて検討するっていう、いかにもこれ役所的な言葉で、結局見直さなくても許されるような文言になってしまったですよね。これはね聞いててすごく残念だったですね。もっと小泉さんここは歯切れよく言ってくれるもんだと私は思ってましたけどね。片山大輔君。ぜひ万全を期すためにもそれをお願いいたしたいと思います。それであとやっぱり、まあ、ゴミ処理というのは基本的に基礎自治体にお任せするところはあるんですが、それでその新型インフルエンザの時のガイドライン、これではねその自治体ごとにね、そのゴミの その処理に関する、まあ、BCP 事業継続計画、何か起きた時、感染症が起きた時の BCP を作るようにも求めたんですが、これの策定率っていうのはお分かりになりますでしょうか。小泉環境大臣。今自治体の廃棄物処理事業、これを安定的に継続するために危機管理体制や感染防止策、事業継続に必要な人員および物資の確保などをあらかじめ検討することは非常に重要であります。環境省では市町村に対して一般廃棄物の処理における感染防止等の徹底を求めるとともに、
廃棄物処理事業継続計画を作成する際の参考として新型コロナ感染症に関する事項を追加した作成例を周知をしました。環境省としては感染症が蔓延するような状況になっても一般廃棄物の処理が滞ることなく処理されるように今後とも市町村に対して事業継続計画を策定することの重要性を周知するとともに策定を促していきたいと思います。これがそのあれですよね、小泉大臣の答弁なんですけど、やっぱこれもみんな聞いてる方はおやと思うと思うんですよね。これ私策定率を聞いてるのに、こういうことやってますとかっていう説明で終わってるんですよね。実はこれも、事前の段階で、環境省はねこの策定率ね把握してないっていうふうに言ってきたんですよ。だからちょっとまあ把握してないっていう答弁を引き出すための、わざとこう聞いた質問ではあるんですけども、ただそれを把握してないなら把握してないと言うべきであって、で全くその答弁、その質問に対する、答弁のすり替えみたいな形でね、こういうことをやってますとかっていうことをやるとね、本当に質疑が噛み合ってないなというのがいうふうに思いますよね。で、今回この質疑を感じて思ったことは、そのやっぱり環境省が今コロナ対策としてこのゴミ対策というのはしっかりこうアプローチしていかなきゃいけない割にはきちんとそのやっぱりまだ対策が打ててないなという感じがしますよね。このゴミはやっぱり、ね、緊急対策になるんですよね。でその今その一次補正予算が先月成立をして、二次補正予算が来週閣議決定されるんですけれども、どうやらこのゴミの関係はそんなに盛り込まない感じなんです。環境省はその代わりにアフターコロナのね、コロナが収束した後の事業ばかりをねちょっとね予算計上しているのがすごく多いんですよね。例えば国立公園だとか国定公園とかに、また人が戻ってくるようなそういう動きを作りましょうだとか、あとはその企業が今中国にいろいろサプライチェーンとか持ってる企業が国内に回帰する、国内に工場とか回帰する際の補助をつけようだとか、今だけどそういうレベルじゃなくて今目の前で起きている感染対策をどうするか、そこに伴っている諸々の課題をどうするかなのに、アフターコロナのことっていうのはまだその後でいいのに、環境省はなかなかその今の喫緊のことに直視してない感じがすごくしたですし、やはりその小泉さんもう少しで、それで答弁に対してもそのやっぱ今回すごく役人が作った答弁書を読んでるケースがすごく多かったと思うので、いつもの良い歯切れの良さっていうのはあまり見えなかったなというふうに思います。いずれにしろその環境省が抱えているコロナ対策というのも我々国民にとってこのゴミをはじめとしてね、いろいろとみんなが今直結している問題もいろいろあるので、ぜひそこをきちんとやっていただきたいなというふうに思います。元 NHK 記者片山大輔のなるほど政治リポート、今日は、環境委員会で行われた一般質疑の様子を細かく詳しく解説しました。